こんにちは。今日はアメリカの、大学入試センター試験で SAT というのがあるので、その SAT の、試験が完全にデジタル化されることになりました。なので今日は、それについてシェアしたいと思います。アメリカにはSAT という大学に入学するための統一テスト、日本でいう大学入試センター試験に似ているものがあるんですね。で、それが完全にデジタル化されることになって、自分のパソコンやタブレットを使って受験することができるんですね。で、持ってない人は高校のパソコンを使ったり、 SAT のテストセンターから試験の日に貸し出されたりもするようです。それと大きな変化としては、これまで試験が3時間だったのが2時間に短縮されるそうです。この試験は1年間に7回受けることができるんですね。3月、5月、6月、8月、10月、11月、12月というふうに、7回受けることができます。科目は、英語、英語というか国語と数学の2科目なんですね。数学では計算機も貸し出されるので、数学の試験を受けている間、計算機が使えるようになります。この試験の目的というのが日本とだいぶ違いまして、日本のような暗記したり知識を問うような問題構成ではなくて、例えばね、英語なんかは大学レベルで読む文献から拾ってきて、その読解力のテストなんですね。なので大学レベルのその文献を読むのに、どれだけ理解力があって、あとはどのぐらいのスピードで読み込んでいけるかっていう、そういうテストなんですね。なので、日本のようなその暗記したり知識を問うような、テストとはちょっと違うかなという気がします。で、アメリカには、その偏差値というコンセプトがなくて、で、この SAT のスコア自体も、入学要件になっている大学もあるし、なっていない大学もあるし、これが全てではないんですね。このスコアが全てではなくて、で、この SAT の試験は、1年間に7回ぐらい受けられるので、高校、日本でいう、そうですね、高校2年生ぐらいから受け始める人が多いんですね。高校3年生の秋になると、もうすでに入学願書をもう送り込んでしまわなくてはいけないので、多くの、ね、高校生は高校2年生の時にこの SAT のテストを受けるんですね。で、これ SAT のテストセンターの方が自動的にその申し込んだ大学にスコアを送り込んでくれます。この完全デジタルな試験形式っていうのが2024年から始まるそうです。でね、私の娘、今大学生なんですけれども、私の娘が最後に SAT を受けたのが2019年の春だったんですね。で、その時は試験会場が娘の高校だったので、土曜日に受けに行ってたんですけれども、その時はね、やっぱりマークシート方式で鉛筆で塗り込む形式だったんですけれども、ああいうね、光景がもうなんか歴史の一コマになっちゃうんだなって思いました。それとね、今回のデジタル化はコロナのこともあって、一箇所に人を集めるっていうのが非常に困難なことがねあるっていうことで、デジタル化に変わっていくんだと思うんですけれども、それ以外にも紙の試験ですと問題が漏れてしまったりっていうこともありますし、そういったね、セキュリティのこともあって、デジタル化になったようです。今後デジタル化になるとテストも問題がね、ランダムに個々人に合わせて自動セレクトされて出題されていくみたいなんですね。なので、その問題が漏れたりっていうことはなくなるし、あとそのシェアしたりっていうことがもうできなくなってしまうので、セキュリティの面でもデジタル化が始められることになったそうです。ということで、今日はアメリカの大学入試センター試験みたいなものですね、 SAT が2024年から完全にデジタル化されるということをシェアしました。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。